じゃあ新州読書会の宮沢です。今日は、日本国憲法の話をしていきたいと思います。岩波の憲法第6版の続きの読み上げてご紹介していきます。大日本帝国憲法について、解説していきます。統治機構の分野でも次のように民主制に欠ける点が少なくなかった。20ページですね。第2章、日本憲法史。統治機構の分野でも次のように民主制に欠ける点が少なくなかった。1、権力分立制は取られていたが、それぞれの機関は天皇の大権を抑散する機関に過ぎなかった。すなわち帝国議会は天皇の立法権に協賛し、5条。各国務大臣は所管の行政権につき天皇を補筆し、55条。裁判所は司法権を天皇の名において行う、57条こととされていた。ということです。明治憲法ですね。大日本帝国憲法っていうのはですね、天皇主権なんですよ。だからあらゆる権利は、万世一系の天皇が統治するってことなんで、立法、司法、行政など国の作用を究極的に掌握して統一する権限を、天皇が持ってたってことですね。ですんで、議会は立法権に協賛すると。国務大臣、内閣は行政権について天皇補筆、補筆っていうのは助言するってことですね。で、裁判所は司法権を天皇の名において行うということですね。立法、行政、司法、今は三権分立ってなってますけども、分立とか分流とか言うそうですけども、全ては天皇が持ってる大権の立法権、天皇が総乱してるってことですね。総乱してる立法権、行政権、司法権を各 議会なり内閣大臣なり、裁判所が、補佐すると。補佐して助言したり、なんていうんですかね、名前を借りてやるとかということになってたってことですね。だからはっきり権力が分離されてなかったと。で、分離されてなかったことはですよ、分立しなかったことは結局後々軍部がファシズム化した時に止められなかったってことですね。ということです。で、2番目、法治主義の原則も形式的法治主義にとどまり、権力によって法を制限するという観念は希薄であった。形式的法治主義っていうのが第1章に出てきたんですね。もうだいぶ前に説明したんで忘れちゃったんですけども、形式的法治主義っていうのは権力を法で縛るってことじゃないんですね。今立憲民主党がね、権力を法で縛るんだって言って、立憲主義だって言ってるんですけども、戦前は、形式的法治主義でやっていたと。法の支配と形式的法治主義は違うって話を以前にしたんですね。本当は法の支配だったら、国民主権とセットになってるってことですね。市民階級が立法、法律を作るのは市民階級だと。で、権力を縛って自らの権利とか自由を守ることが、法の支配なんですけども、戦前の法治国家は、上から形式的に、なんていうんですか、法を、下げ渡すみたいなことですね。だから、民主的な手続きを経て、大日本帝国憲法ってのはできたわけじゃないと。欽定憲法ってことですね。上から、有志宣誓って呼ばれる、
何ですか、薩摩藩と長州藩中心の、まあ、政府がですよ、まあ、作って、国民に発布したという憲法ですから、市民階級が立法憲法、本当は憲法制定議会っていうのを作んなきゃいけないわけですね。実際は、実際だってフランス革命だったら、まず三部会っていうのが開かれて、そのうち国民議会だと、立憲議会だと言って、ブルジョアだけが集まって、まあテニスコートの司会っていうのをやってですよ。ブルジョアだけで憲法作り始めたんですね。で、あのフランス人権宣言とか、まあ1791年憲法とか作ったわけですね。で、王権を縛ったわけですね。これが本来の法の支配ってことなんですけども、だけども、まあ、ドイツに藩を取ってますんで、民主的な形で憲法を作ったわけじゃないと。国家作用が行われる形式的な手続きを示したに過ぎない、上から与えられた憲法だと。いうことだと。これが形式的、法治主義と。まあ、形は憲法があるんだけども、まあ、国民主権者としての国民が憲法制定議会を開いてですよ。法の支配だって言って作ったもんじゃないってことですね。そういう形では一度も日本は立憲主義なんてやったことないから、私は立憲主義って言葉はどうなのかなと思いますけど、本当に憲法、立憲主義に基づいて日本国憲法を語るんだったら、憲法制定議会を作ればいいと思うんですね。でもそんなことやんないわけですね。押し付け憲法だから憲法制定議会を作って、一から作り直すと、いうことをやればいいんじゃない。まあ、それでも革命ですからね。ほぼ。まあ、革命って言うんだよな。立憲君主制。ということで、やるんであれば、立憲議会を作れんですよ。ただ、立憲議会を作ったとき何が起こるかっていうと、共和制にしようって話が出てきますよ。おそらく。最初はフランスも、立憲君主制でいいと思ってたんですよ。だけども、だんだん、民主運動が盛んになってきて、共和制にしようって話になってきちゃったんですね。で、立憲君主制と共和制の境目が、やっぱりできてきちゃったんですね。で、フランス革命起こった時、周りの国はみんな封建制ですからね。フランスだけ急に共和国になるっていうことをみんな嫌がったわけですね。で、大仏大同盟だって言って、イギリス、プロイセン、プロシアとか、ロシアとか、オーストリアとか、みんな同盟組んで、なんとか、フランスを、まあ、共和国にしないように、まあ、戦争を仕掛けてきたわけですね。みんなだってフランスの王様とか貴族とかは、プロシアとかね、オーストリアに亡命していっちゃったわけですから。で、革命政府ができた後は、まあ、ずっと革命を維持するか、あるいは、また王政復古するかっていう瀬戸際に立たされて、まあ、ずっと内乱がくすぶってたわけですね。で、内乱を収めるために、まあ、ロベスピエールは恐怖政治を、まあ、担ぎ上げられて、ね、公安委員会だって言って担ぎ上げられてですよ。まあ、その時はもう、立憲議会じゃなくて、国民公会になって、コンバンションっていうやつになってますけど、国民公会っていうのを作ってですよ。で、内乱が起こるから、まあ、公安委員会に独裁させるって話になって、行政権と立法権を握ってですよ。で、革命を維持するんだと、共和制を守るんだって言ってやって、恐怖政治やって、革命裁判所で亡命貴族とかバンバンギロジンに送ったわけですね。ということがフランスで起こったということですよ。だから日本でも立憲議会だって言って、まさかやるとですよ、憲法一から作りましょうと、大日本帝国憲法に戻すのもなんだし、で、日本国憲法もまあ押し付けであると、ならもう一から作ろうじゃないかと。で、国民主権で一から作りましょうって誰かが言い出してですよ。立憲民主党の枝野さんが言い出してやったとしたら、勢い余ってですよ。本当に。共和制になっちゃいますよ。共和制になってね、もう今上天皇、まあ上位しちゃいますけども。
ね、アメリカに亡命しなきゃいけないとかね、そんな話になってきたらどうするんだって話ですよね。でそんなことになんないようになってんですね。そんなことに なんない、まあ、多分日本の政治思想から言っておそらく共和制は日本に合わない今のところ、ま、200、300年経てはどうだか知らないですけど今のところはまあ無理でしょうね。私は 3.11 の大地震を見て思いましたけどね、統治能力が日本政府になくても別の形の国体っていうのはどうやらあるんじゃないかっていう気が、まあ緊急事態が起こった時に日本人の感情っていうのは、まあ、保守的になると、その保守的な部分っていうのはやっぱりアジア的な何ですか、君主制みたいなものに根ざしてるなっていう感じが感覚としてあったんで、おそらく共和制にしたいって人が今んとこはいないですよね。まあまあ将来的には分かんないですけどね、さ200、300年経てや日本人の感覚も変わってきますから、今んとこはないですね。日本人っていう民族の何ですか、価値観自体が共和制に合ってないですからね。抽象的な概念で作ってないです。まあ啓蒙主義がないですもんね。あのもし共和制になるんだったら革命思想を徹底的に学んだ弁護士とかたくさん出てくるとかなんないと、フランス革命も結局ね弁護士がやってますからね、基本的にはね。第三身分のロベスピエールも弁護士上がりの人たちがやってるところが多いと。で実務として弁護士の人がまあ国家を作っていくと、まああとはね、まあ、タレーランとかシェイエスとか坊さんですけども、まあ僧侶、革新貴族、弁護士、まあ、この辺の人たちが革命共和制にしようっていう思いになっていったと。まあ共和制にしようとは思ってなかったんですけど、立憲君主制でいいやと思ってやってた人が、まあ、結局みんな亡命せざるを得なくなったと。革命が民主運動と結びつくと立憲君主制じゃ止まらなくなったわけですね。で王様に至ってはもうこんな国にいたくなってバレンヌ逃亡事件って言って逃げ出したって経緯があるんで、ルイ16世とマリー・アントワネットがと考えると、まあフランス革命に当てはめて考えるとですよ、今の日本の政治思想の感じで、まあ特に抽象的ななんか統治機構の法律意識とかそんなにあるわけじゃないし、あの一般の国民にですよ、まあ自分たちのまあ今ね憲法も動物農場の自治会じゃないですけど、あんまりよく分かってないわけですから、人権とか権利の平等って言われたってなんだそれって、自分たち勝ち取ってないもんですから分かんないですね。まあそういう意識の中でまさか共和制になっていくってことは、まあ、ないでしょうね。ないとすれば、まあ、今後はどうか、200、300年経てはどうか知りませんけども、今んとこないってことですね。ということですね。だから形式的法治主義はよく合うんですよね。合うって形で明治時代に選んでるってことですね。ということは私は感じますけども、それは私の個人的な意見ですけども、まあそういうことですね。で3番、議会の権限は法立法の面でも6条9条、予算についても66条71条、緊急事態に対する措置に関しても13条14条31条大きく制限されており、軍部政府や軍部に対するコントロールの力は極めて弱く、また公選に基づかない貴族院が衆議院と同等の権能を持ち、例えば38条40条衆議院を抑制する役割を果たしたということですね。議会の力が弱いんですね。議会の力が立法の面でも予算の面でも緊急事態に対しても、政府や軍部をコントロールする力がないということですね。だから今の憲法だと国会が国の最高機関になってるわけですね。じゃあそこ最高機関じゃなかったんですね、議会がね。ということですよ。で、あと貴族院があったわけですね。貴族院ってまあ外国で言うとセネトってやつですね。元老院ですよね。貴族だけがなってる
まあ、家族、皇族が、とか、まあ、その他選ばれた人たちが、その他選ばれた人たち、まあ、基本的には皇族と家族がなってるか。まあ、貴族院があるわけですね。選挙なしの、議会があって、あと制限選挙制の衆議院と、同等の権能を持ってたということですね。だから、まあ、公選に基づかない、民意が反映されてない参議院が今選挙やんないようなもんですよ。衆議院で6回以上当選した人は永遠に参議院議員になるみたいな感じですよね。なんか、そうやってやった方がいいって言ってた人いましたけど、小沢一郎さんでしたっけ。まあ、なんか、結局参議院なんかあってどうするんだって話もありますけども、まあ、戦前は貴族院だったと。で、それは強かったんですね、立場はね。だから本当に実質、民意が反映するのは衆議院だけだったと。それも制限選挙だと。まあ、そんな感じになってたんですね。まあ、男子普通選挙法が施行されるまではですよ。ということですね。だから議会の立場が、議会に力がなかったってことですね。で、4番目、さらに国務各大臣は天皇を保出し、その責任を任す55条とされ、大臣助言制、国主の国務上の行為は必ず大臣の助言を必要とするという立憲的な制度が採用されていたが、それは各国務大臣の単独でその所管事項について保出するということであり、内閣制度は憲法上の制度ではなかった。各国務大臣は天皇に対して責任を負うだけで、憲法上は議会に対して責任を負わなかったのであるということです。内閣が議会に対して、責任を負ってないっていう、形になってたと。今は、どうやって書いてあるんだ。ちょっと、私、統治の方はよく読んでないんで、わかんないんで、そのうち説明しますけども。とりあえず、明治憲法では、内閣っていうのは憲法上の制度じゃなかったと。さらには議会に対しても責任を負ってないということだったということです。で、続きです。だからこの4つ、権力分離が弱い、形式的法治主義だ、議会に権限がない、内閣が憲法上の制度じゃない。まあ、こういうところで、統治機構は民主制に欠けてたと。だからまあ一部の人で、統治してたと、やっぱり。結局そういうことですよ。なんか、封建的な部分が、まあ、一応ね、憲法とか国会とかあるんですけども、まあ結局は民主制が非常に欠けてるということです。ただ民主的にしようっていう機運が、大正時代に起こったと。それが大正デモクラシーっていう運動だってことですね。これが続きです。2、明治憲法の運用。このような神権主義的な、神権、まあ、主要クラシーってことですね。天皇荒人神として、まあ、主要クラシーってやつですね。デモクラシーの反対は主要クラシーだって、小室直樹先生が言ってますけどね。天皇大権の主要クラシーだと。今、塩暮らしっていうのはなんかね、イランとかそういう塩暮らしだって言いますけども。だから、イスラム教の法学者が法律を作ってるってことですね。それに基づいて政治やってるみたいな。まあそういう、神権主義な色彩が強かったと。このような神権主義的な色彩の極めて濃い立憲君主制を基本とする明治憲法をできるだけ自由主義的に解釈しようとした立憲的な学説の影響や政党の発達とともに、大正から昭和の初めにかけていわゆる大正デモクラシーが高揚し、政党政治が実現したということです。まあ政党政治一生懸命やろうとしたんですね。なんかね、原隆っていう人がいますけども、平民宰相ってね、一般の平民での人が一応首相になったんですね。大正デモクラシーの中で。でも暗殺されちゃったんですけども。で、続きです。その結果、天皇制は事実上、国務大臣の議会に対する責任の原則に裏付けられた。イギリスと同じように、議会君主制、
として機能した。しかしその後軍部の勢力が増大しファシズム化が進展して天皇機関説事件が起こりなどが起こり明治憲法の立憲主義的な側面を大きく後退してしまった。まあ一時大正デモクラシーで自由主義的な解釈で明治憲法を運用しようとしたってことはやってたんですね。だけどまあ何ですかね、満州事変起こったあたり昭和6年以降12年以降日中戦争が始まって以降はもう急にまあ政党政治形だけでもやってたもんがどん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 デモクラシーの雰囲気が自由主義とデモクラシーが後退していくと、まあ世界中そうなっちゃったんですけども、まあとりわけドイツのねナチスとか、まあ、イタリアのファッショ党とか出てきてですよ、まあ、デモクラシーが後退していってたんですね。ファシズムの時代になってて日本もやっぱりファシズム化がまあ軍部中心に起こってしまったと。でとりわけ天皇機関説事件っていうのが起こったってことですね。これは、丸山正夫さんの超国家主義の論理と真理を私解説して、その中で天皇機関説は詳しく解説したんで、そちらを聞いていただければと思うんですけども、まあ、一応ここに注意が載ってるんで読み上げますね。天皇機関説、国家は法的に考えると一つの法人、従って意思を有し、権利、括弧具体的には統治権の主体である、と説く国家法人説が19世紀ドイツでイエリネック、によって体系化され支配的な学説となった。この理論は君主議会裁判所は国家という法人の機関であること、国家はその機関を通じ活動し機関の行為が国家の行為とみなされること、君主に主権が存するとは君主が国家の最高意思決定機関の地位を占めるということに他ならないことなどを内容とする、ということです。だからまあ君主、天皇大権とは言うけども、天皇っていうのも議会裁判所という国家の法人の中の一つの機関だということですね。まあ最高の機関であるけども、最高の意思決定機関であるけど、その中の一つであるっていうことですね。で、それは国家法人説っていうイエリニックっていう法学者が途絶えたものがあると。で、それで、美濃部達吉っていう人が天皇機関説っていうのを唱えて、まあ、大正デモクラシーの頃、まあこれが主流だったんですね。まあ、そもそも昭和天皇も天皇機関説を支持してたって言うんですね。だけども軍部が騒ぎ出して天皇機関だとは言うとは何事だと不敬であるということを言い出してですよ。その美濃部達吉さんを貴族院の議員だったんですけど、まあ辞職させられてさらには家にね、暴漢が襲いに来てなんか暴力振るわれたんだが刺されたんだが、まあそんなことがあって、そのこの天皇機関説も学説として、もう採用しないって話になっちゃったと。それは国会で決議されると、なんか菊池武雄って議員が言い出してですよ。あとなんか在京軍人会が騒いで、そういうことになっちゃったんですね。これは昭和11年とか12年頃に急に起こりだして、それから軍部がファシズム化していくと。国体名調鮮明、国体が一番重要だと。天皇大権というのは国体のことなんだって言い出したってことですね。で、天皇機関説は国体に対する移設だってことになっていったと。で、美濃部達吉、まあこれ続きに書いてありますね。で、これを日本に当てはめたのが天皇機関説である。だから国家法人説を、日本に当てはめたのが天皇機関説なんですね。だから外国の学説でもうちょっとリベラル、というか民主的に明治憲法を運用するために、まあ、ドイツの学説を引いてきて、まあ、天皇機関説を作ったんですけども、まあ、それがその後否定されるという政治上の流れがあったと。天皇機関説は天皇が主権者であり統治権の総乱者であることを否定する理論ではないが、天皇を国家の最高機関と位置づけ主権をその他機関の意思だと構成したために、日本の軍国主義化が進むに伴って国体に反する移設とされ、政府は1935年この説の代表者だった、だから、まあ、昭和10年ですね、この説の代表者だった美濃部達吉の著書を発売禁止処分に付し、すべての公職から追放した世に天皇機関説事件と呼ばれる事件がこれであるということです。
まあ国体って話をしたんですけども、してないな。まあ国体、まあ超国家主義のことを国体って言うんですね。国体、これ23ページに書いたんですね。国体は丸一、天皇に主権が存することを根本原理とする国家体制。二、天皇が統治権を総乱するという国家体制。三、天皇を国民の憧れの中心とする国家体制という3つの異なる意味に用いられた。1と2は法学的概念、3は道徳的倫理的概念であり、ポツダム宣言の受諾によって誤字されるかどうかが議論の的になったのは1と2の意味の国体であるということです。まあ、丸山マスターさんが言ってるのは、道徳的倫理的概念が国体の中にあるってことですね。君に忠、君主に忠で、親に孝行。まあ、教育勅語に書いてあるやつですね。一旦官居あれば、天上無窮の幸運に、幸運を不欲すべしってやつですね。なんか、国にあれば命を捧げろと。いうことですね。それが道徳的倫理的概念として入っているのは国体思想ってやつですね。超国家主義ってことですね。で、天皇機関説っていうのは、まあ、国体っていう考えが道徳的なもの入んないですからね。天皇は一つの国家の機関だっていう考え方ですから、まあ、最高機関であるけども一つの機関だと。それだと道徳的な、国民の天皇陛下に対する憧れとか、道徳的な拠り所とかっていう意味がなくなっちゃうんですね。で、そうすると、これはまあ不敬罪だと。天皇に対する侮辱であるっていうことですね。そういう話になっていっちゃったんですね。で、なぜそういう話を軍部がしだしたかっていうと、まあ、戦闘っていうか戦争を正当化するために、国家の引き締めをやるために、まあ、国体っていう概念を持ち出して、あらゆるその民主的な、まあ、議論とかリベラルな議論とか封じていくために国体ってものを持ち出したってことですね。超国家主義を持ち出したと。個人の道徳を、まあ、戦争に向かう中で個人の道徳を、まあ、国家主義と結びつけるために、国体っていう概念を持ち出したということですよ。で、国体って何を意味するかというと、天皇の大権のことですね。ってことですよ。あとは天皇への憧れとか尊敬とか、そういうのが全部含まってる。こういうものを総称して国体と呼ぶと。だから大日本帝国憲法っていうのは、そのちゃんと細かく天皇の位置が決まってないもんですから、まあ解釈で変えようと思ったんですけども、まあ無理だったってことですね。戦争になっていくうちに、まあ、国家総動員統制社会になっていくと、で、国家総動員して翼賛体制にして戦争に突き進む中で、まあ超国家主義っていうのを、まあ作り出したわけですね。日本のまあ軍部とか、まあ、在京軍人会とか右翼思想家がとですよ。それがまあファシズム化したということが経緯があると、いうことです。ということです。これが、ここの部分がまた、その日本国憲法が設立していく中で問題になって、まあ、ポツダム宣言というのは、その、日本の国体っていうものを、まあ、どうすんのかっていうことを、含んだ形で出されてるってことですね。まあ、戦争に負けた時点で、その国体っていうものを、日本の幸福の条件の中で国体をどうするかという要求を突きつけたわけですね。突きつけた上で日本国憲法っていうのは、まあ日本で作ったんですけども、まあマッカーサー三原則ってなって、あんまり保守的な改憲、大日本帝国憲法からの改憲するもんだから、マッカーサー道と、マッカーサー三原則って押し付けたということですね。まあ、その押し付けた部分が押し付け憲法論という話になってくると、いうことです。それはまた次回以降にお話ししたいと思います。今日はここまで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。